結論から言うと、値段設定というものは1商品サービスあたりの利益×販売数×リピート数、この3つが最大化になるものは何ですかっていう話なの。時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切るマーケティング侍の非常識なビジネス学。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的で今すぐ使えるマーケティングを皆さんにシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。はい、僕にとっては踏み入った話、質問をしたいんですけれども、はいはい、自分が作る商品だったりとかサービスの値段ってどうやって決めるのかなと思って。あ、値段ね、商品の価格、ね、そうなんです。これ結論から値決めの法則っていうのがあるんで。値決めの法則、まあ、通称プライシング戦略。多分この動画を見てる皆さんって、うん、まあ、何かしらビジネスをやってるかやろうとしていて、多分価格のね、いくらにしたらいいんだろうっていう、はい、結構最大の疑問なのね。結局いくらの価格にしたらいいんだろうっていうところを、じゃあ今日ズバッと解決していきたいというふうに思います。ぜひお願いします。この動画多分もう保存して何度も見た方が多分いいと思うんですよね。この値決めっていうのはある意味芸術であるっていうふうに言われてるね。芸術？この動画最後まで見てもらえると分かるんだけども、はい、その値段の設定次第では集客できるけど売上あんまり大きく上がんないよねとか、利益が出ないとかっていうことが起こり得るので、うん、そういった全てのトータルバランスを考えていって、最終的にいくらの価格に設定していくのかってことが、もはやこれって芸術の領域だよね、クリエイティブの領域だよねっていうふうに言われるわけ。なるほど。でまず最初に結論を言ってしまうと、はい、いくらに設定したらいいか分からないっていうんだったらは、うん、もう一番簡単な値決めの法則としては、ライバルと同じ価格帯か、あるいは上の価格帯で出すのが一番いいと。ここで差別化しなくて大丈夫なんですか？あのね、もうここから入るんだ、はい、めっちゃ詳しく入っていくから、はい、差別化する戦略もちろんあるんだけども、はい、何もかも分かりませんっていう初心者の人に言うのは、うん、もうライバルが出してるような平均的な価格帯か上の価格で出すっていうのがまあいいと。その上でじゃあどうやってライバル打ち勝つかっていう、はい、マーケティング戦略の方が重要になってくるね。なるほど。もちろんこのライバルと同じ価格帯とか上の価格帯で出せばいいっていうのは全てのビジネスに当てはまるわけではないから、うん、今日の動画もう一番難しいね、説明が。このプライシング戦略っていうものは言わなきゃいけないことがたくさんあって、それを覚えてもらった上で最終判断してほしいの。じゃあそもそもこの値決め戦略、まあ、プライシング戦略っていうものは一体何なのかっていうのをまず一回ね、皆さん理解してもらいたいんだけども、プライシングっていうのはもう価格戦略とも言われて、自分たちの製品とか商品の価格を決めることと、製品やサービスの販売戦略において大きな影響を及ぼすものでもあって、マーケティングにおいてはもう重要な要素と言われてるね。価格を決めるときの重要キーワードとなってくるのが何かといえば価値なんですね。価値という発想、ここがまずないと価格を設定できない。じゃあホイミン君、価値って一体何だと思う？パッと思いついたのは商品の価値だったりサービスの価値。いや、それ言葉言ってるだけ。価値とは何かって話価値、何を提供してくれるかの度合いっていうか、そんな感じかな。なんかすごいふわっとしてるでしょ。はい、もうこれ結論から言いますね。皆さん、この価値と言われたら一体何かっていう話を定義付けします。これが定義付けされてないと、はい、今日の本題に入らないので、もうズバッと答え言いますね、はい、価値というのはお客様がそこに対してお金を投資してもいいと思う金額、これが全てです。お客様ってさ、例えば1本ジュース買うだけでも、はい、それに対してお金を払うじゃん。お金を払うものに対してちゃんと対価が得られるから、みんなお金払うわけでしょ。じゃあ1本のジュースが普通に1万円ですって言ったら、それに対しての対価がないじゃんって発想になるよね、はい、結局全てのお客様ってのはお金を使うイコール投資ね。お金を使ったものに対してどんな対価があるのかって発想するの。ここの重要ポイント、価格設定を決めるときに必ず期待値という概念が発生するのよ。期待値で、期待値っていうのはこのチャンネルでもたびたび言ってるんだけども、期待値っていうのは分かりやすく言えば、お客様が想像する商品サービス設定、お客様が例えばこれぐらいのことをやってくれるんだろうなっていう期待をしてることね。お客様が考えてる期待、こういったものを提供してくれるんだろうなっていう想像しているものを、いわゆる期待値っていうの。これを上回ると価値があるって思うし、これを下回ると価値がないっていうふうに考えた。だからまずマーケティングにおいて、この期待値を上回るサービスや商品設計をできるかどうかっていうことで価格帯が変わってくるんだよ。じゃあ分かりやすく言えば、ライバルと同じ価格帯で提供する場合、自分が提供する商品サービスにおいてお客様が期待以上だったっていうふうに思うんだったらば、同じ価格帯だったら自分を選んでくれる、ね。まあ、それ分かるよね。そうですね、はい。さらにもっと言うと、商品価格を上げても選ばれるようになるわけ。だからまず期待値を上回る商品サービス設計ができるかどうかっていうことがものすごく重要。結論から言うと、
価格設定というものはお客様からあなたが選ばれるのであればどんな価格帯をつけてもいい、どんな値段をつけてもいいという結論になるわけ。なるほど。だって選ばれるんだったらいくら上げてもいいわけ、はい、そうですね。どうせ選ばれるんだったらば値段を上げた方が利益が改善されるわけ、うん、値段を上げれば上げるほど利益率って上がってくるわけだから当然上げた方がいいと。ただこれってもう分かると思うけども、じゃあどこまで上げればいいんですかと。上げまくった時にどこかで見合わなくなってくるんで、お客様がそれに対してお金を投資してもいいと思う金額じゃなくなってくる。ちょっと高いなと思うラインってありますよね。あるよね、はい、高いな。でもここは他よりも自分の想像以上のサービスとか商品提供してくれるんだったらお金を払っても OK みたいな。これ分かるよね。そうですね、はい。もうここまでのまとめで結論からもう一回言うけども、選ばれるのであればどんな値段をつけてもいい、ただ実際はそうはならないっていうところが難しいところ。そうはならない。だって値段上げまくったら選ばれなくなるでしょ、はい、選ばれ続けるんだったらいくらでも上げろって話だ、うん、これがやっぱ価格設定プライシングにおける最終結論でもあるのよ。なんかでもそこって見極めるの難しそうな気がするんですが、だからこれから入ってくんだってすいません、まだ前提のマインドセットとか概念の基本しか教えてないんだよ、はい。となってきたときに、まずこのプライシング、値決めの戦略の必要性から話をした方がいいと思うんだけども、はい、これまた重要なんだけど、じゃあ価格設定、期待値っていうのは関わってくるよと。価値っていうものが最終結論であると。選ばれるんだったらいくらでも上げていいよって話を今したよね。はい。価格を上げれば上げるほど、利益が増えるって話をしたじゃん。はいはいはい。ってことは、まず皆さんが価格を設定するときに、重要な要素として言うんだったらば、利益から逆算するって考え方が重要なんです。そもそもなぜ値段を決めるのか、なぜ値段を上げた方がいいのかっていう発想をすると、これは利益が上がるから。じゃあ利益ってどうなってるんですかという話をですね、今日すっごくわかりやすくまとめました。利益というものは、シンプルに言えば、価格設定かける販売数マイナスコストなんですよ。理解できた？今のコース。じゃあ、ホイミン君が、100円のコンテンツを作りました、はい、で当然販売数が掛け算で増えていけば、これが1万人とか増えていったら100万円になりますよね、はい、販売数が減れば当然売り上げは下がりますよね、はい、100円かける販売数、はい、当然この価格に対して販売数が増えればどんどん売り上げ上がるんだけど、かかってくるコストが必要でしょ、原価とか販売数わかります？今利益の話してるんですよ、はい、大丈夫ですか、はい、こっからコスト引いたらまあ利益が出てくるっていう、この利益の説明からめちゃ大変なんですよ。大丈夫？すいませんでした。これ普通の商売してる人だ、当たり前の話を今してるんだけど、確かにホイミン君の言ってることって同じように迷ってる方も多いと思う。まず利益から逆算すると、利益は価格かける販売数マイナスコストであると。公式なんで絶対メモした方がいいです。ここは分かってないとこのプライシング戦略って入ってこれないんで、ってなってきた時に値段設定っていうものは皆さんのビジネスにおいて利益を得るための大きな要因だと思ってほしいんですよ。因数の一つとも言うんだけど、大きな要因ね。実際これもうすでにデータがあって、マッキンゼーって分かる？はい、分かります。マッキンゼーがプライム市場の、まあ、つまり上場している会社の、まあ、損益構造の平均値に基づくシミュレーションってやったのよ。つまり何をやったら上場企業っていうものは利益が改善されたのかっていうものを、例えば価格を変えてみたとか、変動費を変えてみた、毎月かかるようなお金を下げたり増やしたりしてみたとか、販売数を上げてみたとか、固定費を削減してみたとかっていう、いろんな項目を改善した場合、価格変動費、販売数量、固定費っていうそれぞれの項目を仮に 1% 改善できたとするじゃん。その時の営業利益に与えるインパクトっていうのをまとめたんだよ。どれが一番営業利益上がったと思う？価格なのか、はい、毎月かかるコストを改善したのか、はい、販売数量をたくさん上げたのか、いや固定費を下げましたと、いろんな方法があるけど、はい、どれが一番改善されたか。僕が思うにコスト下げた方がいいんじゃないかなと思います。コストってのは固定費なのと、毎月かかる変動費ってあるけ ど、はいはい、変動費の、あ、毎月かかるようなランニングコストを下げれば営業利益は改善されるんじゃないかと。これね、もう答え出てて、結果化するともちろん毎月かかる変動費っていうのを 1% 下げた場合、営業利益は 23.9% 改善されてるのよ、平均的ね。前提が毎月かかるコスト 1% 下げたとしてもそれ以外上がってないよってことね。一応そういった仮定とした場合、営業利益は 23.9% 改善されてると。逆に価格を 1% 上げた場合で、販売数量も特に減少してませんと、そのまま売れ続けた場合、営業利益はなんと 32.2% 改善されたと。約 10% ぐらい。そうなんだよね。何が言いたいか、毎月かかるコストを引き下げていくよりも、価格を引き上げる戦略の方が営業利益が上がるというですね、結論が出てるわけなんですよ。でもちろんこれが全ての企業に当てはまるとは言わないけど、簡単に言えば日本に
におけるね、有料企業においては変動費を 1% 下げるよりも、うん、価格を 1% 上げるだけで影響利益が 32.2% 改善されるんだから、うん、価格を上げる戦略の方が早いという話なのよ。結局ビジネスをする上で利益ってものすごく重要じゃん。本当にね、マジで言われるのが儲けたいって話をするんだけど、一般的な中小企業の経営者たちが言うこの儲けたいっていうのはほとんど売り上げを指すの。僕もそのイメージでした。でも重要なのって最後にどれだけ手元にキャッシュが残るかじゃない、はい、まあ、つまり最終的な営業利益はどれだけ残るかって発想の方が重要でしょ。だからこそ利益から逆算をして価格を設定しなければいけないって話になるわけ。なるほど。そうなった時に通常は何を見るべきなのか、まあ、通常よく言われているこの利益から逆算して価格を設定するっていうんだったらば、今日3つの点から価格を決めていくの。その3つとは一体何かというと、1つ目原価、そして2つ目需要ね、まあ、必要とする人の数、その商品サービスが欲しいと思っている人の数、そして3つ目がライバルの状況、まあ、ライバルはいくら設定してるのかなとかね、ライバルはどれくらい出してるのかなとかって、原価、需要、競合っていうね、この3つの状況を見た上で価格を決めるって発想になってくる。もう今の時点でめちゃめちゃ難しいなと思っちゃったんです。ああ大丈夫です。それ最後まで聞いてほしいのよ。コイミンにとって難しいのはね、もう最初から分かってる。なのでも答えを一番最初に言ったのね。これ全部聞いた後にすべて繋がってくるから、はい、全部聞いた上での答えはコイミンクにおいてはライバルと同じぐらいの価格かそれ以上の価格の設定をしろっていうね、ここにたどり着くんだけど、今の段階では価格を上げる理由って何ですかと、いや利益を上げるためだよぐらいの発想でいいよ。分かりやすいでしょ。もうそこだけ。価格上げた方が儲けが増える、はい、ここまでいったら分かる、はい、めちゃめちゃシンプルです。そういう利益っていうことから考えていくと、ここでね、価格の設定っていうのは2つの意見がぶつかるのね。大体1つがマーケッターとしての意見、自分はマーケッターじゃん、うん、マーケッターの考え方っていうのはとにかくたくさんどうやって広めていくか売るのかっていう、その反則っていうものを中心に考えていく。かたや真逆なのが財務の面なので、財務っていうのは、まあ、言ってしまうと原価を考えていったりとか、今持ってるキャッシュであったりとか、そういったお金の面から考えてるでしょ。でここでぶつかるということがよく起きる。財務の面の人も結局これ利益を追ってるわけだよ。それは当たり前じゃん。例えば原価が100円でしたと、で売り値はいくらにするんですかって話をした時に、財務の面とかだけしか見てない人から言うと、100円が原価かかるんだから今の会社の状況とか考えてったらせめて150円で売ってくれなきゃ困るとかさ、まあ、そういった人件費がかかったり広告費もかかってくるし、最終的に今の会社の状況を考えたらこれぐらいのお金を残したいよねみたいな発想になるわけ。でもそれってお客様が果たしてその価格で受け入れてくれるんですかってことが出てくるじゃん。そうですね、そこ疑問になりますね。結局自分ごとでしょ。コストこんだけかかるんだから、うん、こんだけ上乗せするしかないみたいな発想だけだと、うん、お客さんの意見って無視してるよねって話。ただ財務の面から考えるのも非常に重要なんだよ。これちょっと後で説明する、うん、この話を先にすると多分みんなこんがらがるから重要なんだけど、先にこのチャンネルを見てる皆さんがマーケッターとしての意見を先に聞いていただきたいんですよ。マーケッターとしての利益に対する考え方っていうのはもう一言で言うと、最大値で取れる価格はいくらなのかっていう発想になるのね。利益が最大値で取れる価格、じゃあここで言う利益の最大値っていうのは一体何ですかって言われたら、うん、LTV の最大化ってことになるわけ。まあ、横文字が出てきたんで皆さんよくわかんないって方もいると思いますが、 LTV っていうのは顧客生涯価値って形ですね。顧客生涯価値っていうのはどういう発想するかというと、一人のお客様が生涯にわたって一体いくら皆さんに落としてくれるのかって発想するんですよ。よくあるのが、例えばリピート通販って発想があると、まあ、毎月定期購入してくれるような通販がありますと。だいたいこういったリピート通販っていうものはいきなり一発目で儲かるってことあんまないよね。よくあるじゃん、お試し680円。ああ、ありますね。でどう考えても680円以上の商品を提供したりするわけでしょ。まずは試してくださいと、この段階でマイナスになってることが多い、まあ、利益なんか全然出ていませんと。ただそのお客さんが定期購入してくれることによって、まあ、どんどん売上と利益が積み重なってくるっていうモデルだよね、はい、簡単に言えばリピート通販っていうもの、うん、でなってきた時にやっぱ見なきゃいけないのは、一人のお客さんが最大いくらまでお金を使っているのかって発想にどうしてもたどり着くのよ。これが LTV ね。リピート通販だけじゃなくて飲食店とかも同じで、お客さんが来ましたと、じゃあ焼き鳥屋さんにしましょうか、焼き鳥1本1000円みたいな価格帯、100円みたいな価格帯、自由に決められるわけ、商売っていうものは。ただ1本1000円って価格帯を決めたら、その後1回も来てくれませんって話になったら、たとえその1回を儲かったとしても、はい、その後ね、半年1年とか見ていったら、はい、結局値段を下げた方が良かったじゃんって話にもなりかねない。ここまではわかるよね。はい、なんかその話聞いたら僕だったらもう50円にしちゃった方がいいのかなと思うんですけど。はいはいはい、はい、ですよね。50円にすると1本当たりの利益はほぼ残んないから、うん、結局人件費が払えません、固定費が払えません、はい会社潰れました、お店潰れましたってことになるわけ。確かにそうですね。めちゃくちゃ難しいでしょ。難しいです。この2つの
バランス、つまりさっき言った財務戦略、原価であったりとか、あと実際今のそのキャッシュの、まあ、支払い状況、すぐ現金ができるのかどうかとかまで踏まえて、かつこれをどういうふうに反則していったらお客さんが最大化取れるのかっていうふうに、マーケティング戦略、財務戦略の同時の考え方をしていかないと最終的には決定できないの。でもそんなことをですね、コインリンクに今言ったところでやっぱり難しいなぁと思ってると思います。この動画を見てる皆さんもここまで話を聞いて、いろいろ計算して、限界はないんやら財務戦略、今の自分のキャッシュフローまで全部考えて、かつ反則戦略、お客さんがリピートしてくれるような戦略を同時に考えていくっていうのはめちゃくちゃ難しい、そう難しいんですよ。なんですが、これをですねめちゃくちゃ簡単に省略した話をします。世界一わかりやすいんじゃないかぐらい簡単にもう説明をして答えを言います。じゃあこの動画を見終わったらプライシングのやり方がわかる、わかる、これしかないなっていう、うん、いろんな本とかいろんなセミナーとかでプライシング技法、うん、価格設定技法ってのは出てるんだけども、うん、すっごい要約してめっちゃ簡単にしてるから、うん、っていうことはまず皆さんが考えなきゃいけないこと、今までの話を全てまとめて考えること、値決め、プライシングっていうものは自分自身の商品とかサービスの価値を正確に判断した上で、自分の商品サービスの一つあたりの利幅、利益、そして販売数量、つまりいっぱい買ってくれると、リピーターもいっぱい出てくると、この2つが重なる1点はどこか、これが全てだ。これを決めるときに考えなければいけない質問がある。今から質問をぜひメモしていただきたいんですけども、1つ目の質問は財務の面からの質問になります。それは何かというと、1商品1サービスあたり一体いくら利益が残るのか、これを価格を決めたときにちゃんと考えなきゃいけない。だから大体価格を決めるときっていうのは、分かりやすいのは複数の価格をまず自分たちで最初に出しておく感覚で、これだではなくて、まずいくつかの A、B、C、D、E みたいな価格でまず売り値を決めるわけじゃん。売り値からまずこの売り値でやった場合いくらの利益が残るのかっていうのをまず皆さんの中で出していただきたいんですね。シミュレーションをするってことですか？シミュレーションは必須だろうね、必須だろうね、っていうかシミュレーションなかったらどうやって決めるのって話になっちゃう。商品価格を決めるときに、この価格だったらいくら利益が残るのかっていうのをまず皆さんの中で出すと。でもこれだけだと、ただ財務の面から見てるだけでしょ。これに加えて2つ目の質問、いろんな価格帯をね、 ABCDE と出した価格帯のうち、一番販売数の最大値が取れる価格はどれですか？販売数を次は見るってことですか？結局掛け算じゃん、販売数じゃん。価格が高く設定されても売れなければ意味がないよねってこと、うん、1個あたりで高単価でやって、確かに利益は高いかもしれないけど、その後に数が売れなければ意味がないと。分かりやすく言うと、はい、どの価格が結局一番売れるのかって分かりませんって思う人はこう考えてください。皆さんがお客様の立場になった時に、お客様が喜んで買ってくれる最高の値段って何ですかと。安ければ安いほどいいよ、これ当たり前の話ね。その上でさっき言った価値ね、お客様の期待値以上のサービスができてるんだったら値段が高くても買ってくれるわけよ。だからここで最初の原点に戻るわけ、価値って話があったでしょ、はい、お客様が喜んで買ってくれるってのはイコール価値なんで、価値とのバランスが取れてる価格帯っていくらですかってのも見なきゃ。なるほど。だからさっき言ったじゃん、価値とのバランスが取れる値段ってことは、価値が上がれば当然上の価格帯でも取れるよねと。マーケティングにおいて最もいい価格帯を設定すると、当然価格帯が上の方が利益が出るわけじゃん。でも上に行けば行くほどたくさん売れなくなってくるわけじゃん。それがちょうどいいバランスが取れる価格帯を決めなきゃいけないわけだから、お客様が喜んで買ってくれる、つまり価値がちゃんとバランスが取れてる価格ってどこになるのと。マーケティング的にはこの価値を引き上げた方が早いってことだな。お客様が喜んでくれるような商品サービスとかを徹底的に追求して、相手の期待値を上回るような商品サービスの提供をすればするほど、要はお客様に対する価値提供が大きくなるわけだから、高い値段でも販売個数下がらないよねと。これが最も簡単なやり方だよね。そして3番目の質問、これ最後の質問になりますけども、その価格帯で購入しても今後リピートするんですか？すっごいシンプルな質問、どれくらいリピートするかとかそういうことは置いといて、もう非常にシンプルな質問、その価格帯で購入しても今後もリピートすると思いますかっていうのをまず聞きたい。ここまでの話をまとめると3つの質問ね、ホイミン君がやろうとしている商品サービス、はい、ABCDE といくつか作って、それぞれあたり一体いくらの利益が残るのか、これは計算簡単、誰でもできます。2つ目はそのうちお客さんが喜んで買ってくれる価格がベストな
の価格はどれだと思いますかって質問、うん、ここはマーケティングにおいて上に引き上げることができる。マーケティングをやればベストな喜んでくれるの基準を上げることができますと、うん、で3つ目、じゃあそれ1回だけなんですか、うん、それを買った後も2回目3回目でもリピートしてくれるんですかっていう、この3つの質問を掛け算すると結論がまず出ると。結論として1商品サービスあたりの利益×販売数×リピート数、この掛け算が全てが最大値する価格は一体何なのかっていうのを常に考えていかなきゃいけない。そのために先ほどの3つの質問があるんですね、うん、先ほど出した3つの質問はもう本当にメモしてね、何度も何度もこの3つの質問を自分たちに問いかけてみるとまず答え出てくると思いますよ。今までの話を聞いてなんとなく分かったんですけど、そもそも価格ってどうやって決まっていくんですか？ちょっとおさらいにもなるんだけど、そもそもね、価格というのは売り手、つまり我々ビジネスをやってる側と買い手、お客様の合意なんだよ、うん、つまりこちらからすると売ってもいい額ってあるわけだ。これだったら売ってもいいと、これぐらいの金額で買ってほしいって額と、そしてお客様にとって払ってもいい額っていうのが重なるポイントを探すことだ。このちょうどいいポイント、だから今回言うこの値決めのプライシングっていうものは基本的には我々が主導を持てるのね。まずこっちが決められるじゃん、うん、はい、だけどもさっきも言ったように勝手に額を決めてこれで買ってくれと言っても、うん、向こうはいらないと、払ってもいい額が重ならない。このちょうどいい真ん中の重なる点、売ってもいい額、買ってもいい額のちょうど重なる点を探し出すってことで、よくこの値決めっていうのはアートであってサイエンスだよねみたいなことで言われたの。芸術的なものだよねと。結局この価格ってどうやって決まってるんですかって話をすると、実際かかってるコストね、こっちの売り手がいくらに売りたいかっていうのは当然財務の面から見るところもあるから、どれくらいコストがかかってるんだろうっていうところもそうだし、ライバルの価格はどうなってるんだろうっていうのも考えなきゃいけないし、かつちゃんとお客様が喜んで買ってくれるような価値提供ができてるのかって、この3つからもう最終的に価格っていうのが決まっていくわけ、自動的に。でも本人がもし難しく考えてるんだったらば、はい、本当に最初の冒頭の話に戻るんだけど、うん、難しく難しく考えるぐらいだったらめちゃくちゃ簡単に言えば、今から3つのことだけ覚えてもらえればなんとかなるよ、ここまで話全部忘れましたと、もう難しすぎて分かりませんっていうんだったらば、3つぐらいまで超絶簡単に分かりやすく、ベイビーでも分かるぐらい簡単にしたい、うん、ありがとうございます。もう3つのポイントだけ教える、ここまで話がもうちんぷんかんぷんでしたって方は3つすっげー簡単な話にします。1つ目、もう分かんなければライバルが出してる価格帯と同じで出すか、高単価で出してください。もうここまで言いましたね、はい、ただし2番目、はい、重要なのがお客さんが選んでくれなきゃ話にならないから、ライバルよりも皆さんの商品サービスに価値を感じてもらえるかどうかを考えてください。同じで価格で出して皆さんの方が価値感じてもらえたら選ばれますし、高単価で出してもいいんですよ、出してもライバルよりも価値を感じてもらえるんだったら勝てます。期待値を上回る商品サービスを提供しましょう。そして3番目、その価格で買ってくれたとしてもちゃんと価値を感じてその後もリピートしてくれるかどうか、この3点が守られているのであれば基本的には何でもいいです。いくら値段を設定してもいいです、はい、今3つのポイントに要約しました。これならできるでしょ。これだったらなんとか覚えられました。そもそも値決めって適当にやってる社長って多いんじゃないかな。いや、まあ適当にやってる社長が多いでしょうね。はい、値決めの必要性とかってどうなんですかね。まあ、当然この値決めをちゃんとしっかりと戦略的に考えてない会社ってのは利益取れないし、ライバルに潰されるだろうね。そういった点で言うと、まず自社にとっては自分たちの最大的かつ重要度の高い、まあ、利益の決め手とも言えるわけで、このプライシングっていうもの、うん、はい、でライバルね、競合他社とかに対しては自分たちはその価格帯を設定することによって強烈なメッセージを打つことができる。うちはこの価格でやってるぞとね、はい、ライバルに対してジャブを打つような感じね、うん、でお客様に対してはその価格自体に対してバリュー、価値があると考える場合もあるよね。例えば価格が安いとか高いによって価値が変わったり、変わるわけじゃん。安ければ当然ね、買う人の数は増えてくるけども、逆に値段を高くすることによって価値が上がる場合もあるよね。高級そうなイメージはありますね。そうだよね。例えば高級品とか売るのに安売りしてたら逆にブランディングが傷ついたりとかするわけ、うん、なので自分たちで売ってる商品サービスとお客さんのイメージのシナジーっていうものを考えていかなきゃ。だからその価格自体も変えることによって価値が変わるっていうのを覚えなきゃいけない。利益の部分でも考えなきゃいけない、ライバルのことも考えなきゃいけない、同時にその価格設定をすることによって安くすればいいわけでもなく高くすればいいわけでもなく、自分たちの持ってるブランディングや商品サービスとちゃんとシナジーが合う価格帯にしなければいけないと。だから芸術だって言われるの。今回のこのね、プライシング値決めの話ってとても伝えるのが難しくて、なぜならば、まあ、プロでも難しいとされてるの。ここまで来るといろんなこと考えなきゃいけないから芸術品じゃんみたいな。なるほど。
だけどももういいです。もうこれ何回もまとめを言うんだよ、この動画に関しては。なぜならば難しく言えば言うほど多分みんなこんがらがってくるから、何度も結論を覚えてほしいの。結論から言うと、値段設定というものは1商品サービスあたりの利益×販売数×リピート数、この3つが最大化になるものは何ですかっていう話なの。これだけ。まず1つ目の結論ね。そのために3つの質問がありましたよね。1商品サービスあたりいくら利益残るんですか。2つ目、販売数の最大値が一番取れるベスト価格は何ですか。3つ目、その価格で買ってもその後リピートしてくれるんですかって話をしたと思う。さっぱりわかりませんって方はもう1個の結論、ポイミン君用の結論。1つ目、もうわかんなければライバルが出してる価格で出せ、もしくはそれよりも高単価で出せるか考えろ。2つ目、それでもライバルよりも価値を感じてもらえるかどうか、期待値を上回る商品サービス提供してるか考えろ。3つ目、その価格で買ってもらってもちゃんとリピートしてるかどうかを考えると。なのでもう迷ったら今言ったことを呪文のように何度も繰り返して唱えた方がおそらく腑に落ちるんじゃないかなと思います。今回ですね、こういったカタカっていうんですけども、これ本当に呪文のように、まあ、繰り返すか、むしろ印刷して紙に貼っておくとかしないとやっぱみんな忘れちゃうんですよ、ネギ目の設定っていうものは。だから今回概要欄の方に、まあ、LINE がありますけど、 LINE の方登録していただければ、こちらのですね今言った質問であったり結論っていうものをまとめたですね、もうテンプレート印刷して使うカタカシートを皆さんにプレゼントしますんで、よかったら概要欄の LINE を登録してですね、こちらのカタカテンプレートを印刷して何か値段設定するときに何度も使っていただきたいんですよ。もう今言ったことが全ての集約地点なんで。というわけで概要欄から LINE ぜひ登録しておいてください。まあ、既に登録されてる方は補足資料って一覧がありますので、まあ、こんな感じでね画面出てると思いますけど、この補足資料一覧からいつでもですね今回のカタカのテンプレートは見ることができます。じゃあですね、こっからはですね具体的にマーケッターがねどういう風な方法で値決めをしているのかという方法論ね、これを6選、教えたいと思います。なんだったらここまでの動画がもう全ての結論なんだけども、とはいえですね、どういった方法でマーケッターが値決めをしているのかっていうのは実はね6つあるのよ。それについても一応解説していきます。まあこれ聞いてもらえばね、結局さっきの結論に行き着くっていうことはわかるけども、手法としては6つあるよっていうこと、じゃあ紹介していきます。まず1つがコスト指向型価格設定であります。簡単に言うと非常にシンプルで、自分たちの製品とかサービスを出すときにかかってくるコストに利幅を加算することで価格を決めるっていう考え方。まあめっちゃ分かりやすいです。分かりやすいですね。コスト指向型価格設定でもさらに3つ手法が分かれるのね。その3つの手法のうちの1つがコストプラス法っていう、製造原価に対して一定の利益率を加えて価格を設定しますと。製造業とかでよく使用されるのよ。で2つ目がマークアップ法、入原価に対して一定の利益率を加えて価格を設定すると。考え方としてはさっきのコストプラス法と一緒で、小売業とか、まあ、商品を仕入れて販売する業態で使うと。で3つ目が目標利益法っていって、自分たちの目標となる投資収益率を達成するように価格を設定すると、まあ、損益分岐点ってあるじゃん、これを超えたら利益になるよねみたいな、ここまでの利益を追って目標の利益に対して価格を上げていきましょうって方法なの。まあ、分かりやすく言うと結局原価から計算して上乗せしていきましょうっていうのが、もうまとめるとコスト指向型価格設定っていう話になるんだけども、これはもう問題点分かりやすいよね。問題点としては全ての方法は企業側というか商品サービスを出す側の都合で価格を設定してるから、売れれば確実に利益が出る一方で市場に受け入れられにくいと、まあ、お客さん買わねえよと。結構コストから計算して上乗せをして出してる人いるけども、売れなければ意味がないんだよ。ただ売れたら利益が出るってすごい分かりやすいよねって話で、2つ目が価格指向型価格設定ってやり方。これは企業側の都合じゃなくて、逆にお客さんのことを考えて選ぶ。顧客とかね、クライアントがこのぐらいの価格を望んでるだろうっていう予想をして価格を設定してると。予想される期待値をもとに価格を決めていくっていう。お客さんの満足度が高ければ多分このぐらいの金額を出してもいいだろうっていうふうに、結局お客さん目線でお客さんだったらこれぐらい払うだろうっていうので設定すると。この価格指向型価格設定って結構みんなやってんじゃないかなと思うけど、だいたいこれぐらいだと払うだろうみたいな、結構やってる人多いんだけど、設定方法としては商品とかサービスを提供する価値で決めるから、お客さんの満足度とか解決する問題に基づいて価格を設定すると。いわゆる自分のクライアントとかさ、お客様とさ認識する価値が高い場合はより高い価格を設定することできるよねみたいな。これ比較的金額上げやすいね。例えば施術とかを行ってくるのヘッドスパとかさ、整体とかがあった場合、お客さんの満足度が高ければ満足度が高いとか少し上げてもいいだろうと。それでもさらに満足度が高いんだったら上げていけるって、満足度をもとに価格を上げられるんで、実際使っていくとなるとアンケートとかよくやっぱ取るけど、お客様の声とかがやっぱ重要になってくるんですね。そうだね、まあ、お客様の声というか、まあ、アンケートの話はたびたびしてるけども、結局アンケート取って満足してるかどうかっていうのと、もう一個がその価格でも紹介したいかどうか。紹介したいかどうか、
人に紹介したいっていうのは結局満足度が高いってことだから、その価格でも人にも紹介できる、十分納得いってるものですよってなると、もうちょっと上げられるなとか、あ、この価格がベストだよなっていうふうに自分で設定できるんで分かりやすいと。で、三つ目が、競合志向型価格設定って。まあ、これ簡単に言えば、まあ、ライバルの価格を見て価格を設定すると。もうこれめっちゃ簡単。もうこれホイミンでもできる。まあ、一般的にはもう、市場の平均価格とか、そのトップのね、リーダー企業って言うんだけど、牽引しているリーダーの企業の価格帯を参考にすることが多いと。主に使ってるってなってくると、競争が激しいようなレッドオーシャンとかの市場だと、この方法がもうほとんど一般的。みんなこの価格設定してるから、うちもこの価格で設定しようみたいな。要は、ライバルの競合他社と戦うっていうのを意識して価格を決めるというか、なるほど、通常で考えると、まあ、ライバルが出している類似製品とかサービスの価格を参考にして同じぐらいの金額かそれ以下の価格で設定するってことが多いよね。これも方法としてはライバルよりも安い金額をやることによってうちの方が安いからたくさん来るよってね、ことが言えるわけじゃん。集客にはつながるけども、ホイミン君公式覚えてます？もう忘れましたね利益、販売数、リピート数でしたっけ？そうです。ほんの数分前の話なんですけど、結局1個あたりの利益かける販売数かけるリピート数ってことで、価格を下げれば販売数は上がりますと、リピート数も上がるかもしれないけども、1個あたりの利益も下がってしまうから、問題としてはコスト指向型価格設定は自分たちの都合で上乗せしていくんだよ。今回その逆なんで、安くすればするほど自分たちの都合をど無視していくから利益が取れなくなる可能性があると。財務面で厳しくなる可能性がある。そう、厳しくなる。だから話つながってくるでしょ、結局集客できるけど財務が厳しくなったら難しいじゃんってことで、これ掛け算なのよ。なので安易な値下げっていうものは果たして正義なのかっていうと、そうじゃないって話、まあ、ただこういう設定方法があるし、みんなもよく使ってるよってことで紹介してるだけね。で、次4つ目が需要指向型価格設定と。さっきさ、アンケートを取るって話をした、はい、顧客のアンケートを取って紹介するかしないかとか満足度を調査しましょうって話をしたけども、今回の需要指向型価格設定ってのはむしろ先にアンケートを取ってそれを元に決めましょうってこと。商品サービスを販売する前にアンケートを取って、そう、販売する前に、ね、まあ、さっきの価値指向型価格設定ってのは最初に予想して出してみて、それによって欲しいかどうかっていうのを後でアンケートを取って調査していきながら調整していくやり方でしょ。それに対して4番目の需要指向型価格設定ってのは最初に顧客のアンケートを元に価格を決めていくと、まあ、お客様が実際どれだけお金を払うつもりなのかっていうのをリサーチした上で価格設定をしていくという感じなんだけども、これってもうお客様の感情とか感覚でコントロールされていくから、お客様には受け入れやすいっていうメリットあるんだけど、デメリットとしてはこっちの利益が得られない可能性もあるよねってこと。参考としてはアンケート出して、このぐらいの価格帯が望んでるっていうのをリサーチとしては参考にはするんだけども、覚えておいてほしいのは、お客さんって結局安いものの方がいいんだよ。当たり前だけどさ。そうですよね。そのまま意見を丸呑みしてお客様がこの価格帯で望んでますっていうものを出してしまうと、こっちの利益が取れないから。じゃあどうするの。例えば施術で言うと、お客様1000円だったら受けてもいいと、でも1000円じゃ人件費もままならないよみたいな状況あるでしょ、はい、はいはい。ってなってきた時に、こっちは1000円じゃなくてどうしても5000円で売りたいんだよねと、じゃあこの4000円の差どうするのかと、ここでマーケティングっていうものが必要になってくる。ブランディング戦略であったり、マーケティング戦略であったり、お客様がこれだったら払ってもいいよっていう価格と実際こっちが売りたい差、この差を埋めるのがマーケティングなんですよ。だから皆さんが、まあ、マーケティングっていろいろね、このチャンネルでも学んでると思いますけども、まあ、ブランディングであったりとか、この差を埋めるためのどういった戦略とか施策をやっていくかってことを考えていくのが一つのね、ゴールじゃないのかなっていうのを思うけど、その中の戦略としてパッケージって話もあるでしょ。たびたびこのチャンネルでも言ってますけども、同じようなコンテンツがあったとしても、人は最初は見た目で選ぶと。まあよくパスタで例を出すけども、綺麗なお皿に盛り付けをされているものと紙皿では価格が違うよねと。綺麗なお皿に盛り付けしているものが値段を高く設定できるみたいな。これも一つのパッケージ戦略だよね。パスタってさ、同じものを作るんだって限界一緒じゃん。でも下に置くお皿が紙皿なのか、綺麗なお皿なのかで価格が上がるんだったら、当然綺麗なお皿を置いた方がいいわけだよ。ってなるでしょ。このあたりの手法は過去にもたくさん動画を出してるので、よかったらね、皆さんも参考にしてみてください。そして5番目が心理的価格設定と。まあ、簡単に言えば、価格が消費者の購買行動、まあ、行動に対してどういった心理的影響があるのかっていうのを考慮して価格を設定すると。一般的に使われてるから例で言うとすぐ分かると思う。よくあるのが998円、あ、なんか安く感じるよねってことで小売業でめっちゃ使われてるでしょ。はい、ちなみにこれアメリカだと997円なの。
まあ、大体998や997っていうね、日本だと998の方が末広がりとかでね、意味合いもあってよく使われるけども、こういった最後の数字下一桁を少し変えることによってお客様の反応が変わるっていうのは、まあ、これはまあ昔から言われてる話なんで、皆さんもおそらく理解できると思う。業界によってはゼロで終わったりする場合が、ちなみにいい場合があるけどね。アーティストのイベントとか講演会とかで1998円とかないでしょ。ないですね。ゼロで終わった方がいいって場合もあったりするじゃん、うん、一つポイントとしては、ライバルがつけてる値段の付け方ね、終わりを998円にしてるのかゼロで終わらしてるのかは一回チェックした方がいいと思う。これでも言うまでもなく、まあみんなやってんじゃないのかなと、うん、この心理的価格設定っていうものは、要は設定するときに考えなきゃいけないことをして、ブランドステータスとかこれまでの習慣なんかを考えなきゃいけないのね。まあ例として、外車は高価格であると、お菓子は子供でも買いやすい価格みたいなのあるじゃん。それこそメルセデスベンツを売るのに1998万円とかって、いや逆におかしいでしょみたいな、うん、でもお菓子だったらさ98円とかさ、はい、そういったお菓子だったらば子供でも買いやすい価格っていう風に設定するんで、長年のイメージとか市場価格から大きく外れないように設定されてるかどうかっていうのは、まあ、軽くリサーチで。続いて6番目、まあ、これ結構おすすめのやり方、プレミア価格設定ってやつね。この動画を見てる方はこの6番のプレミア価格設定っていう考え方は最低でも持っておいてもいいのかなと。簡単に言えば、ブランディングを上げて価格を高くしましょうっていう戦略なんで、高品質、高級感、ブランドイメージを強調することで値段が上がるよっていうこと。たびたび言うけど、値段の上げ方、どうやって価格を上げるんですかと、通常より高く上げるんですかっていう要素の一つに、やはりブランディングって言葉が出てくるのよ、うん、なんでブランディングが必要なんですかっていうと、プライシング戦略考えるときにブランディングある方が価格を上げられるのね。あそこの商品だからその価格でもいいよねっていう風に思わせる戦略で、ブランディング戦略。じゃあブランディング戦略って何ですかっていうと、超絶わかりやすく言うとここがパッケージなのよ。ブランディングの話はね、たびたびしてるから、この動画から初めて見てる方もいらっしゃると思いますけども、わかりやすいのはパッケージと、最初の見た目だと、キャッチコピーであったりとか、周りの箱とかね、まあ、文字通り包み方もそうだし、あとはアライアンスね、大手と一緒に連携をしてると、大手と一緒にやってますっていうのもそうだし、テレビに出てますっていうね、メディア戦略なんかもこれもブランディングになるんで、過去にもブランディングの動画数多く出してますんで、よかったらですね、まあ、参考にしてみてください。まあ、結局このブランディング戦略が一番の価格差をつけやすいから、個人的に中小企業とか個人企業家の方に言うんだったらおすすめ。なるほど。ちょっと質問したいんですけれども、価格の決め方は大体分かったんですけど、いきなりその価格でやったら失敗しそうで、失敗したらどうしたらいいんですかね。これもよく聞く質問だよね。価格の設定の仕方は分かりましたと、すでに皆さんも無意識でやってるものもあったと思うんですけども、じゃあその値段で出しました、完全にオワコンやーってなってしまった場合どうすんのかと、ここで重要になってくるのが、価格設定の変更であったりとか、価格設定の調整のためのマーケティング戦略を考える必要がある。今までの話で価格の決め方は分かったでしょ、はい、でもその決めたものの変更の仕方とか、実際の戦略ね、どう導入していくのかっていう、この価格設定の戦略の部分が何だったらば本質かもしれない、うん、でこれ9個あるのよ。その価格でやったけど失敗しました、じゃあ次どうすんのとか、最初どの価格から行こうかとか、今までのは料理で言えば下準備みたいな感じ、人参の皮の剥き方教えましたみたいな、じゃがいもの茹で方教えましたみたいな、でもこれじゃ料理にならない。実際今の話だけでやって、じゃあ998円出しました、売れませんでしたとかなった場合どうすんのかとね、っていう話をですねしていきたいと思います。じゃあ価格設定の戦略9選、これを皆さんが取り入れていきましょう。まず一つ目がスキミングプライシング戦略です。スキミングプライシング戦略ってのは、簡単に言えば製品サービスを市場に導入して、一番最初に価格を高めに設定するのね。いきなり高めに設定するの、はいはい、それで市場で普及するにつれてだんだん価格を下げていきましょうと。上積み価格戦略とも言われるよね。ポイントとしては、価格が多少高くても新製品が欲しいと考えるような顧客層がターゲット。変える前提で出すってこと？もうすでにもう知名度がある前提だね、この戦略やるっていうのは。知名度があるとか、リストを持ってるとか、もうすでに過去に自分たちの商品を買ってくれていて、そういうファンがいるっていう人は、いきなり高い価格から出していくって戦略も OK。 目的としては、一番最初のその市場投入初期に利益をまず上げると、最初に利益を上げましょうと、リストもあるファンもいると、でそこでそういったお客さんに売って利益を上げることで、製品開発にかかったコストを早く回収するって目的があるわけ。つまりもうすでに市場にお客さんいるよねっていう時とか、自分たちのファンが言う時に使うわけじゃん。例として言うと、パソコンとかの IT 機器の新バージョンって毎回出るでしょ。はいはいはい。
まあ、iPhone もそうじゃん。でもこういったさ、すでにファンがいますとか市場がもうできてますっていう場合は顧客層が一定数いるためこの戦略が取り入れやすいと、うん、まさにね、実例として言うんだったら P&G ジャパンのパンパース肌への一番ってやつ聞いたことないでしょ。初めて聞いた。おむつは取れました？だいぶ前に多分取れました。さすが。このね、パンパース肌への一番ってやつが普通の紙おむつよりも1枚あたり3から5割ぐらい高いんだよ。結構しますね。結構高いなんだけど、高品質な素材で柔らかな肌タッチでね、多くの、まあ、ママさんたちの支持を集めたわけ。もちろん初期費用の回収っていうのもそうだし、高級紙おむつっていうカテゴリーをやろうと思ってたんで、うんうん、一発目から高いもので出してた。でその後にお客さんがもうこの紙おむついいよってなって、パンパース肌への一番が広がったタイミングで値段調整をしていくと。そして2つ目の戦略、ペネトレーションプライシング戦略ってありますね、うん、ちなみに今回かなり横文字ばっかでしょ。はい、名前全部忘れちゃってます。全部忘れたら最初に戻ってくれ。一番最初にも結論言ってるんで今回は、はい、戦略はいっぱいあるけども、この動画を見てる皆さんが使いやすい戦略はもう最初にもう言ってます。ここからはもうお勉強っていう形で、あ、そういう方法があるんだ、うちだとこういう方法使えるなみたいな、そういう発想でいいと思う、うん。で戻るけど、ペネトレーションプライシング戦略ってのはさっきのスキミングプライシングね、最初に高い価格で出していくと真逆なのよ。つまり低価格から入っていきましょうと。目的は何かというと、低価格だから市場シェアを取りやすいの、まあ、だから真逆なのね。さっきのスキミングプライシングがもうすでにファンがいるとか買う層がいるという前提で始まってるのに対して、ペネトレーションプライシングっていうのはこれから始まるよっていう、とにかく市場を全部取りに行くんだっていう市場浸透価格戦略とも言われるんだよ。まず浸透させようと、みんなに知ってもらおうと。もちろんこの戦法って全然ありだし、最初に安い価格で浸透させてってもいいけども、とにかく初期の頃は利益が取りにくい。まあそりゃそうだよね。価格を下げるってことは利益が取りにくいから、原則として大量生産によってコストが抑えられるとか、資金が潤沢にあるとか、そういったケースじゃないとこの低価格ってはなかなか勝負しにくい。なので個人企業家とか中小企業とかで今資金がやばいですよっていうのはあんまりおすすめをしない。反面勝負かけたいですと、もう一気に市場を制圧していくんだって方はやりやすいでしょうね。実例でやってるところで言うと PayPay ね。PayPay なんてもうこれ力技でしょ。完全に力技でやってたでしょ。確かに一気に市場を取り切ってるなっていう感めちゃめちゃありました。まあ例えば加盟店の手数料を完全に無料にして浸透した後に有料にしていくとか、まあ、通常だったら 3% ぐらいの加盟店手数料をね、まあ、やるところを決済ゼロにして、まず利用できる店舗数を一気に拡大させた。ポイントとして言うと、最初にエンドユーザーね、お客様ね、最初は店舗の手数料を無料にしたっていうのと、店舗のシェア率が高くなった段階で有料化にしたと。であとはプラスね、政府への後押しで成長する市場と判断したとか、ソフトバンクという大企業のグループ会社だったっていうのもあって、いわゆる強者の戦略だよねこれは。結局大企業とか資本がないとなかなかできませんよと。続いて3番目、ダイナミックプライシング戦略。もうこれ結構非常に使い勝手がいい戦略なんで、よく言われてる戦略だし、これは個人とか中小企業とかホイミングでもできたりするのかなと思うけども、ダイナミックプライシング戦略ってのは簡単に言えば、時期によって値段が変わります。航空券分かりやすいじゃん。航空券ホテル、時期によって値段がコロ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 変わるでしょ。需要と供給とか、お客様の行動とか環境とかをに応じてリアルタイムに変更していると。そもそもダイナミックって、まあ、動的って意味があって、まあ、時間経過とともに変化していきますよと。メリットとしては価格を変えられるから、注文数とか来客数とか調整できたりするっていうのが、まあ、メリットだよねと。まあ、ただこれも頻繁に変わることによってお客様から不信感を抱かれて、まあ、離れていく場合もあるって、一応そういったデメリットもある。まあ、ただダイナミックプライシングってもうすでに浸透してるから、一般的に使われてるんで、観光地の宿泊施設とかリゾート施設の入場料とか時期とか曜日によって異なる価格を作ってるのはもう一般的になってるし、この戦略を取り入れる時ってすげえ分かりやすいのが、一定の時期だけお客様を集中させたいっていう時によくね使える。イベント業じゃないんですよとか、いやうちはホテルでもないし航空会社でもないんですよっていう人でも、例えばお客さんがさ来ないような時期ってあるじゃん。そういった時期は毎年必ず値段を下げていきますみたいな、お客さんを集中させたい時とかに使うよね。ホイミン君で例えるなんだろうな、アマゾンのブラックフライデーみたいな。なるほど、まあ、来ない時期が分かってんだったら、はいはい、その時期に対して価格を少し下げていくとか、逆もあるよね。来る時期分かってんだったら少し上げていくとか、まあ、下げる方が来るのは簡単やけどね。大学が近くにある飲食店とかもそういう戦略取れたりするんですかね。まあ、季節によって変えていく、うんうん、まあ、お客様の入りとかを考えて値段を少し下げていくとか、うん、混雑してる時は値段を上げていくとか。でもさっきも言ったように値段を下げる分には全然いいんだけど、上げたりとかをすると今度客が離れていったりするから、うんうん、ここは調整が必要、はい、だからテストとしてやるんだったらば、まず1回試しに全然お客さんが入らないっていう時間帯とかがもう決まってんだったら、そこで試しに1回テストしてみる。なるほど。
それで通常時のお客さんが離れていかないかどうかっていうのを比較していきながら少しずつ導入していくと全体的には客数が増えるっていうね。なるほど。これはすごい分かりやすい。個人的にはピンポイントの時間で使っていくっていうのはありだと思うんだよね。大手とかの実例とかで言うと分かりやすいのが USJ ね。USJ に関しては2019年の1月にダイナミックプライシングを導入したんだよ。目的としては入場者を平準化分散化するっていう目的で採用したんだけど、シーズンや曜日ごとに異なる価格の入園チケットが2ヶ月先まで販売されると。その結果入場者数のばらつきが解消されて価値に見合うチケット価格の調整ができてると。ここまでの話を聞いてて分かったと思うけど、この戦略のポイントっていうのはスケジュールなのね。さっきのブラックフライデーとかも同じだけども、はい、先が分かってると、この時期だったら安くなるとか、この時期だったら高くなるっていうのが分かって、事前予約を取るときにすごく有効な手法なのね。なるほど。テストとしてある一定期間で小さく始めるのはいいけども、それが浸透していかないといけないのと、先に教えてあげないと反応が取れない。自分がやるんだったら年間スケジュールとか出して、例として言うと平日の月曜日はお客さんが少ないっていうのが分かってんだったら、毎月平日の月曜日だけ少し値段を変えたものを出していきます。事前に告知をした上で展開していく。続いて4番目がコストリーダーシップ戦略。コストリーダーシップ戦略っていうのは、まあライバルよりも低価格で商品サービスを提供しながら原価を徹底的に抑え込んで利益を確保するっていうやり方。ただこれ難しいよ。そうですよね。基本的にはこれも強者の戦略なんで、ふーんって聞いとけばいいと思うんだけども、ただ安く販売するんじゃなくて、もう大量生産ができる生産工程の効率化とか、原材料を徹底的に安くしますみたいな。とにかく安く出すけども、その反面原価を下げながら徹底的に勝負してきますっていう方。わかりやすいのはユニクロだよね。他にもサイゼリアとかね、わかりやすいのが低価格で出すけどコストも下げながら勝負してきますっていうのは、なるほどって聞いてもらえる。これは中小企業とかがじゃあ入れられますかと、なかなか厳しいと思う。本当に大手の戦略って感じだね。続いて5番目が高価格戦略と、まあプレミア価格戦略ってやり方。さっきも言ったけども、ある程度単価を引き上げられる方が利益も残るし、勝負としてやりやすいでしょ。はい。だから結局その高価格戦略ってのは、付加価値の高い製品サービスを高価格で販売して利益を上げるって方法なのね。だからもう無理やり値下げとか値引きはむしろしませんみたいな。その結果利益を確保できるメリットもあるし、高くても高品質な製品じゃんみたいな形でブランドイメージの向上にもつながると。なのでまあブランド力を上げて勝負していきましょうって話に全てつながってくるんだよね。このプレミア価格戦略っていうものは成功するポイントとしては、今から言う3点のどれかあれば多分皆さんできると思いますね。この3つは何かというと、ブランド力、技術力、そしてサービス力。このどれか、ブランドがあれば当然高くても買ってくれる人がいるとは分かるでしょう。技術力が高いと、他よりも圧倒的に高い技術力が持ってんだから、値段がねプレミア価格でもいいよねと、高単価でもいいよねっていうのが分かるでしょう。どちらもありませんと、どちらでもないっていう方結構多いと思いますけども、その場合はサービス、サポートが他よりも圧倒的に優れてると。いわゆる中小企業とかの社長たちで値段を一番引き上げやすいっていうのは、このサポートとかサービス力だと思う。他では絶対やってないサービスをやってる、サポートをやってると。この時に自分がやるんだったらば、サポートとかサービスが一つに集中するね。全てのサービス、サポートを引き上げるってものすごく労力もコストも時間もかかるんだよ。でも一個だけ他と違うと、うちのサポート、そしてこのうちのサービスってのは一個だけ圧倒的に他と違います。例えば旅館をやってるんだったらば、うちは他と違ってお客様の喜びそうなおやつを事前に調べて、圧倒的にお客様が喜ぶおやつだけを提供してるんですみたいな。おやつにすごい特化して、おやつに対するこだわり半端ないみたいな。しかもそのおやつは何回でも食べ放題みたいな、すぐ出てきますみたいな。ボタン1個でおやつは届けに来ますみたいな。何でもいいんだけど、一つにやっぱ特化させるよね。笑顔が素敵でも極端な話はいいかもしれない。で、その結果他との差別化ができるので、サービスサポートっていう部分で他との差別化ができて、そこに対してプレミア価格が設定できると。まあ、あとは何度も言うようにブランディングね。ブランディングって本当に何度もこの動画でも言ってるけど強いんだよ。アップルなんか分かりやすいじゃん。それこそ他のスマートフォンと比較すると2倍以上の価格設定でも買うでしょ。これはもはや強いブランドとデザイン性であったりとか、クオリティで言うと他のスマートフォンと変わんないよね、 Android と変わらないよねって状態であったとしても、 iPhone だから買うっていうね、はい、完全にやっぱブランディング勝ちっていう。ちなみに5番のパートに関しては、無形コンテンツでも非常にやりやすい。ブランド価値を上げることによって商品売れるから、例えばコンサルとかコーチングとか、まあ、そういった講師業をやってるような人とかはやりやすいよね。価値が上がりやすい、うん、
で、6個目はラグジュアリー価格戦略。さっきのプレミアと何が違うのって話になるんだけども、ラグジュアリーっていうのは機能とかそういうことはもうドムシ、もうそうじゃないと。さっきの高価格戦略よりもさらに高い価格なんだよ。もはや何が違うかっていうと、それを持ってることがステータスですよっていう話。100個限定のやつとかそういうことだったりするんですか？それも一つの戦略だよね。わかりやすいのがルイ・ヴィトンね。ルイ・ヴィトンとかって持つだけでステータスって日本人は思ってる人多いからバカ売れするじゃん、はい、持つことがステータスっていうところで価格が上がってきますよと。だから会員制とかのコンテンツとかでも入会することがまあプラスになるみたいな。これ非常に使いやすいんだけど、まあわかりやすくオンラインサロンで行こうか。オンラインサロンでさっきのプレミア価格を設定しようと思ったら、当然そのサービスとかの品質を追っていくでしょ。サービスとかの品質を追っていって、で本人のブランディングとかも高めていくと思うんだけども、はい、オンラインサロンでじゃあ仮にそういったサービスとか良くてもある程度値段の上限値ってあるじゃん。うんですね。ある程度上限値って出てくるでしょ、はい、でもこれをさらに引き上げたいってなった時にこのラグジュアリー戦略って結構使うのね。じゃあどうすればいいか。そのオンラインサロンに入会してる人たちがものすごい人がいっぱいいる。例えばビジネス系のオンラインサロンを仮にやるとしたら、そこにいる人たちが上場企業の社長がいっぱいいますとか、時価総額でかい人いっぱいいますとか、有名な経営者がいっぱいいますって言ったら、そこに入ること自体がもはや価値が高いみたいな、うん、そのメンバーに入れさせてくださいってなったりするでしょ、うん、まあ、これはラグジュアリー戦略だよね。実際やってるところもあるけども、まあ、入ってるメンバーがめちゃくちゃすごいですよと。ちなみにね、めちゃくちゃすごい人たちをいっぱい入れる戦略って結構簡単にできるのよ。まあ、それモニターって戦略。この動画を見てる皆さんがすぐ取り入れる戦略として言うんだったらば、自分たちのお客様を最初モニターとしていいお客様を入れるって戦略はかなり使える。オンラインサロンでも無料なんでよかったら入ってくださいっていう名前があったり、すでにブランディングがあったり、すでに結果が出てる経営者を入れさせるとか、何かね、お菓子を売りたいんだったら、そのお菓子をすでに名前があってブランディングがあってすごい人たちにモニターでよかったら食べてくださいって食べてもらうとかってすると、これってさ、ある意味下手な広告よりもものすごい大きなリターンがあるんだよ、戦略として言うと。だからモニターで知名度がある人、知名度がある企業を絡ませるっていうのは大いにある。それぞれと違いをもうちょっと分かりやすく言うと、ラグジュアリー戦略、プレミアム戦略、ね、はい、じゃあ例えばもうプレミアムはあくまでやっぱ現実的な話なんだよ。サービスが良くて、あくまで現実的な価格設定、他よりも値段は高いけども納得感があるのに対して、ラグジュアリーっていうのはもはや夢なのよ。プライスです、説明つきませんみたいな、その価格がみたいな。でもそこにいることによって、それを保有することによって、その価格でも仕方ないというよりもプライスです。プレミアムっていうのは品質やサービスであったり比較検討が可能なのに対して、ラグジュアリーはもちろん品質も重要なんだけど、それ以上に持つことによるステータスの意味というもので、入ることによる、所有することによる意味の方が重要になってくるから、これ持ってる俺かっこいい、そこにいる自分すげえみたいな、だから全く意味が違いますよってこと。同じように値段が高いんだけども、このプレミアムよりもさらに高くするには、夢であったりとかステータスってところを追っかけていくのがいいんじゃないかなっていう話。続いて7番目、薄利多売戦略です。簡単に言うと、商品の利益はもうとにかく少ないと。少ないけども、とにかく安くてもたくさん売れてったらだん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 広がってくるよねっていう話で、もう人件費とかね、流通とかイニシャルコストをとにかく削減して多店舗展開をしていきますよみたいな。さっきもコストリーダーシップ戦略でしたっけ、そういう似たようなものがあった気がするんですけど、はいはい、コストリーダーシップは簡単に言えば市場を浸透させていく戦略ね。大量生産して勝負していくのに対して、この薄利多売戦略ってのは別に浸透とかさておき、うん、1店舗でもやりましょうみたいな、小さなとこからスタートできると。だからラーメン店とかすごい分かりやすくて、例として言うとラーメン店の後楽園、2015年の5月まではラーメン1杯290円だったんだよ。今値段上がって490円ぐらいになってると思うけども、後楽園って自社工場で生産してるから、製造コストを抑えられて、非常に安い価格で勝負ができるみたいな。ちなみにニトリとか無印とかイケアも同じようなモデル。値段安くできるから安い商品で勝負していきましょうと。ただ、安い商品1個だけで勝負してもなかなか勝てないんで、その1個の商品以外でもたくさんの品数で勝負をして利益を積み上げるっていうモデル。このモデルを一般の中小企業とか、まあ、飲食店でもいいけど、同じような飲食店に置き換えて話をすると、ポイントなのがメイン商品を1個決めて、それ以外の他のものでプラスにしていくってやり方なの。この発想覚えておいてもいいと思うけどね。もし商品数がたくさんありますみたいな話になるんだったらば、基本は1個メインコンテンツ、一番の一押し、このメイン商品が売れたらそれ以外も買っていきますよねっていう戦略ね。高野園の場合は1杯のラーメンは安いけども、それ以外のオプションで餃子とかね、チャーハンとか
か頼んで全体的に売り上げ上げていきますよと、うん、今説明してるのは薄利多売戦略っていうので例出してるけど、この1個の商品をメインにしてそれ以外のオプションで利益を上げていくって、この価格設定の方法をキャプティブプライシング戦略っていうのさ、これ8個目のキャプティブプライシング戦略。キャプティブっていうのは捕虜になったとか心を奪われたっていうものなんだけど、簡単に言えば主製品の価格を安く設定してそれ以外で利益を出すってやり方ね。後楽園もこの戦略を使ってる。結局聞いてて思ったと思うけど、9個ありますって話だけど、だいたいこれ掛け算になってくるさ。例えば今のだと7と8を両方使ってますみたいな話で、だいたい掛け算で2つ3つの戦略が一緒にやってる場合が多い。だからヒントとしてここまで出た内容とかを、これ使えるな、この辺取り入れられるなっていう発想で聞いてもらえたらいいんじゃないかなと思いますけど、話戻すとキャプティブプライシング戦略ってのはメイン商品があってそれ以外のお金を作っていきましょうと。まあ例として言うとエプソンプリンターなんか分かりやすくて、プリンター本体価格はまあ6000円から2万円ぐらいの間で買えるけども、印刷をする際に必要なプリンターのインクは純正のエプソンプリンターのインクが必要ですみたいな、それを買っていかなきゃいけないじゃん。これでも結構使えるけどね、この方法。一番最初安く導入させて付属品でずっとお金を取り続けていくみたいな、いろいろアイデアでどうとでもなるんだけど、例えば美容室でいうとストレートヘアサラサラになるような手法がありますと、はい、その手法を教えますってのがあるとするじゃん。サラサラストレートヘアで宿毛できますみたいな、そのやり方を教えますと。ただそのやり方自体は本当にすごい格安で教えていくと、ただしその手法を使ってるコンディショナーとかはうちのものを使ってくださいと。なるほど。で毎月ね、その人たちがその手法をやるたんびにプラスアルファでうちのコンディショナーを使われるというね、やり方だったりすると。まあ本当に聞いてもらって分かると思うけど、キャプティブプライシング戦略のメリットっていうのはとにかく購入してもらいやすい、安いんだから。でかついわゆるプラスアルファの他の商品を買ってったりサブスクリプションにつながりやすいから LTV が高まるのね。 LTV は顧客障害価値、ずっと商品を買ってくれる人が増えやすいっていうのがある反面、デメリットとしては付属品の価格設定どうすんのみたいな、いくらにしようかっていうのを考えていかなきゃいけない。まあこれ一応デメリットっちゃデメリット。それ以上にずっとお客様の購買意識を依存させるっていうのがちょっと難しいと。じゃあさっきのエプソンで言うとエプソンじゃなくてもいいじゃんとか言い出したら終わるよね。確かにそうですね。これはまあメリットデメリットを考えながら導入したらいいんじゃないかなと思うけど、自分は結構これ比較的やりやすいからキャプティブプライシング戦略はよくやるけどね。メイン商品安くしておまけの部分で継続的に買ってもらうって手法。そして最後の9番目、フリーミアム戦略。これよく使われる戦略ね。特に中小企業個人企業がかなり使ってる人が多いと思うけども、フリーっていうのは文字通り無料、この無料っていうのとプレミアム割増料金っていうのをくっつけてね、まあ、この造語なんだよ簡単に言えば。フリーミアムっていうのは簡単に言えば基本的な製品とかサービスは無料で提供して、そこから教育を行い最終的に高単価な商品を売るという。このチャンネルでも一番最初にマーケティング完全版っていうところでも話したと思いますけども、分かりやすく言えば見込み客集めて教育して売るっていうダイレクトレスポンスマーケティングの王道だよね。ソーシャルゲームとかもよく使われるじゃん。一番最初さ、スマホのゲームってさ無料で始まって気づいたらアイテムの課金でお金をどんどん使ってましたみたいな、コンテンツにもよるけども 95% が無料ユーザー止まりであっても 5% の有料ユーザーがいればビジネスは成り立つっていう 5% ルールとも言われてる。このマーケティング侍も多くの人は無料でね、もうずっと楽しんでもらってね、楽しい勉強になるっていう方もいるけども、中には一応ビジネスコミュニティをやってるんで、ビジネスコミュニティの方に入ってくれたりとか、まあ、一部の人たちがいることによって成り立っていますよと。だから全員が全員商品なんか買わなくていいよと、一部でいいんじゃないみたいな、一部の人で全体が成り立ってるってビジネスモデルなんで、これは非常に使いやすい戦略でしょうね。ちなみにここまでホイミン君に教えてきたんですけど、はい、実際私がどの戦略を入れて今コンテンツ提供してるか分かったでしょうか。すいません、全然分かんなかったです。はい、でしょうね。なので答えを言いますと、マーケティング侍で入れてる戦略っていうのは高単価戦略、ラグジュアリー戦略、そしてフリーミアム戦略のこの3つ入れてます。高単価戦略はもうブランディング価値を作って値段を上げていくんだけども、ラグジュアリー戦略が一部を入れてるね。分かりやすいところで審査制、自分とこのビジネスコミュニティとかはもう全部審査制にしていて、基本的に誰でも入れませんよと。まああとは中にいる会員からの招待じゃないと入れない状態にしてるので、そうするとステータスになるじゃん。であったりとかフリーミアム戦略、これは今言った通りで動画とかを見てもらって、その一部の人が興味を持ってもらったらいいんじゃないのっていう、うん、この3つの戦略を基本入れてますね。ここまで様々なマーケティング戦略を教えてきたんですけども、この価格の見直しとか発表とかね、原価の把握とかってのは常にやっぱやった方がいいわけで、一度決めた価格をずっと同じ価格でいくっていうのは皆さんね、これはやめた方がいいと思います、うん、やめた方がいいと思いますっていうか、もうやめた方がいいね。価格をずっと変えないっていう人いるのよ。
ずーっとそのままの一定の価格で買えませんよみたいな、じゃなくて常に見直す必要があるっていうのはマジで重要な概念。この時に例えば値上げをするとかいう話になったらさ、一回決めたものを値上げする、値上げしにくいみたいな人が結構いるので、取引先とかに対してもそうだし、これは 2B、2C でちょっと話変わってくるけども、どっちも言えることを一つだけ皆さん言いますね。 2B の人も 2C の人も同じなんですが、値段を上げるのは非常に簡単です。みんな値段を上げたらクライアントが離れるって言ったりするんですけども、はい、そこに対して正当な理由があればいいっていうか、もっと言うとストーリーを作ってくださいって話だ。なぜ値段を上げるのかと、この値段を上げる理由っていうものがあんまりよろしくないのは自己都合、原材料が高くなったんで値段を上げましたみたいな、もちろんね、最近物価も高騰してるからみんなも使ってるんで、一つの理由としては分かりやすいから、使うなじゃなくて使ってもいいんだけども、これが全てじゃない。もっといいやり方としては、それに対して値段を上げることによって皆さんのためになるっていう話。だからさっきの話で言うと、原価が高騰してますと、高騰してるけどもうまい言い訳を考えてる人っていうのは、これだけだと維持ができなくて皆さんのためにならないと、だからうちも値段を上げてますって話をするじゃん。原価が上がってるとはいえ、そこでただ上がってるから値段を上げましたって言ってる人ってのは何も考えてないのかなと、プラスこのままだとサービスの質が維持できないと、で皆さんのためにもならないと、結局は皆さんのために値段を上げるんですよっていう、この理由をつけられる企業が値上げがしやすい。で別に今の原価だとかもそういうのも一回抜きにして、まず値段を上げた方がお客様のためになる理由っていうのをちょっと皆さん考えてもらいたいんです。例えば値段を上げることによって新しいねスタッフを雇うことができて、よりクオリティの高いサービスを提供できるかもしれないじゃん。よりお客様が望むようなものを追加できるかもしれない。うちだとコミュニティとかをやってるんで、うちのビジネスコミュニティであれば新システムの導入ができるとか、一人一人個別コンサルティングができるようなサポートを入れられるとか、まあ、料金を高くできるからこそできることってありますよねと、こういったストーリーを提示できるんだったらば価格の見直しってのはできる。で一応下げたものを上げるってのもできるし、上げたものを下げるのはちなみに簡単だからね、上げたものを下げるのは死ぬほど簡単なんで、値段下げましたで終わるんで、ありがとうで終わるけども、下げたものを上げるときってのは必ずストーリーが必要ということで、今回はですね、ネギ目の法則、プライシング戦略について話をさせていただきました。まあいろいろとですね、途中難しい用語がたくさん出てきて、どれをやったらいいんだ、どうしたらいいんだってね、悩んだ方も多いと思いますが、要約すると1商品サービスあたりの利益かける販売数かけるリピートで、そして分からなければライバルが出している価格帯と同じで出すか、それよりも高単価で出せるようなことを考えてくださいと。でライバルよりも価値を感じてもらえるようなマーケティングは何なんですかと、そしてその価格で買っても価値を感じてリピートしてくれるかどうか、このあたりのマーケティング戦略を考えていった方が早いよねという結論になっております。前編部分で何度も言ってるんですけども、いろんな戦略あるけども、結果的には値段が高くても売れるような、自分たちがお客さんが望む価格よりも高い、ここのギャップを埋める戦略を考えた方が簡単だよねということで、マーケティング侍というですねチャンネルをやらせていただいております。とはいえネギ目の法則ってもうみんな混乱していくので、それを分かりやすく呪文のようにやっぱ型化した方がいいと思うんですね。ここだけ覚えてくださいと、まあ今最後のまとめを言いましたけども、このまとめをですねいつでも印刷して読めるシンプルな結論テンプレートっていうものをですねダウンロードできるようになっております。概要欄の方で LINE がありますので、 LINE 登録していただけた方はですね、補足資料からこのシンプルな結論、ネギ目迷ったらこれを見ろっていうですねやつがありますんで、そこからダウンロードしていつでもですね見直しをしてみてください。というわけで今回はですねこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画がいいなと思った方はですね、チャンネル登録と高評価、そしてシェアの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、リュウサで今日ありがとうございました。今日はちょっと僕にとっては難しい話だったんですけど、カタカシート用意してくださったんで、僕も復習しようかなと思ってます。もうそこだけでいいかな、本人は。はい、うん、ただでもちょっと思ったんですけど、ストーリーって話されてたじゃないですか。はいはい、昔から付き合ってるお客さんがいらっしゃって、その昔から付き合ってるお客さんにどう伝えたらいいだろうっていう。あ、そういうケース。はい、いやもう普通に頭下げてお願いしたらいいじゃん。これで、はい、マインドセットとちょっと値上げの仕方、少しポイントがあって、はい、まず重要になってくるのが、まあ、マインドセットとかで言うと、昔からの付き合いで値段がずっと上げられないっていうケース、うんうん、これはほとんどの場合はね、他よりも安い金額でうちはやってるんだっていう謎の誇りがあるの。これ持ってる中小企業めっちゃ多いから、うちは他よりも安い金額でやってるんだっていう、こういった謎の誇りはまず捨てた方がいい。会社潰れるんで、本当に潰れるから、この考え方持ってると。それは何も脳みそに汗かいたことがないセリフ。だからうちは他よりも安い金額でやってるんだって言ったら、こいつ何も考えてない無能なのかなと思うんだよ。本当に
何も考えてないなと。安い金額が全てじゃなくて、あくまで価値提供なんで、クライアントに対していい価値が与えられるんだったら、それに対して値段を上げていきましょうって話なの、これまとめると、うん、ってことは安い金額しか考えていないっていう謎の誇りを持ってる時点で、本当にクライアントファーストになってるんですかっていう。もちろん値段が安いことはいいよ、安くて相手も喜んでるのはいいけども、結果相手がプラスになることって他にもないっていう。であと自分たちのね、社員がね、飯食っていけなくなる可能性もあるじゃん。だからただ安くやってるっていう誇りはやめましょうっていう話だね。ってなると頭を下げてお願いすればいいじゃん。だいたい取引先が 2B 同士の会話だとしても、頭を下げてお願いをするっていうところに行き着けば、ストーリーと一緒に頭を下げて必死でお願いをしたら、そんなに全部無限にはしないでしょうっていうのと、あともう一個ポイントがあるのが、値上げをするときに、じゃあ複数商品がある場合、複数の商品、複数のサービスを同時に契約とか取ってる場合、同率値上げってあんましないよね。例えば ABCDE みたいなさ、商品があったとするじゃん、はい、これを全部一律 10% 上げますって言ったら、ってやっぱ思ったりするでしょ、うん、でも A の商品は 25% 上げます、 B の商品は 5% 上げます、 C の商品は 15% とかいうふうにバラバラに設定しておいて、トータルで考えたら 10% ぐらいになりますみたいな、うん、人間の心理の問題で、一律同額値上がりすると 10% かよって簡単に計算できる、うん、値上げのね、ちょっと心理戦で相手が計算されちゃうと嫌な気持ちになる、ね、心理戦略、最終的には一緒なんだけども、パッと見計算しにくいみたいな。っていう風に、商品ごとの価格をバラバラに設定して、トータルだと、おや不思議、同じ金額だと、同じぐらい値上がりしてると。っていうのは、これ戦略でも、小ネタとして使っていくよね。リュウ先生、僕思いついちゃったんですけど、何？なんか僕が使えそうな戦略が一個だけありまして。今日の話の中で。そうなんです、そうなんです。ラグジュアリー戦略っておっしゃってたじゃないですか。ラグジュアリー戦略？そうなんです。僕そこいけそうだなと思いまして。ポイントが。はい。ママの金額を上げるために、僕がいるだけで、価値を感じてもらえるようにブランディング作っていこうかなと思います。無理じゃね。